あ、これ100円ですよ。で、人間によって変わるんだ。100円のものを100億円に1億万円にするのが坂田佳子です。お、なんか映画とかでよく見る。それもつないでモニターにしてるんですか、これ。うん、モニター、下のモニター見ながら。おお、すごいですね。いや、ほんまでっかい業務用持ってるんだけど、持ってくるのがしんどくて。もうなんか見た感じ、なんかカーナビのなんかスクリーンみたいになんかね、いろいろ。すごいですね。ああ、誰？ちょっと待って。いいですか、百均のなあ、ゆきちゃん、百均のこれ、知ってる？絶対知らんの。百均の生きてるもん、生きてないもん。私が生きてたらいけるや。あ、これ100円ですよ。で、これ私が塗ったら1億になるんですよ。1億で、なんかしょうもない、なんか私はこのコスメをこれは何万円しますとか、気持ち悪い。人間によって変わるんだ。100円のものを100億円に1億万円にするのが坂田佳子です。あんな、これもう別にあんたが取ってるからとかやっとるわけちゃうよ、普通や。いや、もうこれ見せるでくるんで、ほんでなんや、まだな、コメントでいろいろ入るね、このクソババアとか。ああ、知らんやん。これがこれやから、これでええんちゃうんか。あ、どうぞ。ありがとう。足元の石、これを避けるのが精一杯。道を選ぶ余裕もなく、自分を選ぶ余裕もなく、目にしみる汗の粒を拭うのが精一杯。風を聞く余裕もなく、人を聞く余裕もなく、まだ空は見えない、まだ星は見えないか、振り仰ぎ振り仰ぎ、その都度こけながら重きを置いて坂道を登りゆく。もの一つ重にきも坂も何一つ見えはしない、まだ空は見えないか、まだ星は見えないか、這い上がれ這い上がれと自分を呼びながら渡る。逃げるのが精一杯、愛を拾う余裕もなく、泥を拾う余裕。ひび割れた唇は噛みしめるのが精一杯、過去を語る余裕もなく、明日を語る余裕もなく。なんで俺の方に向けてんの？ここはサビない。その続こうけんながらお向きにはお馬鹿。どないです今日やるような感じですか？この間1回感じじゃなくて、この間1回だけやった頑張って悲しみたいなって歌いたいよ。リハで泣いてるわ。頑張ってからみんな死にたくないか。はい、すいません、よくわかりません。はい、私これ。だけがここにある。生きることはさら川の流れは時を越えてゆく。時は流れゆく超えてく。遥か昔に誰かが見た夢、僕たちに宿り明日へ向かう。さまよう昼と夜のストーリー、命朝もやに煙ほとりに煙りながら目を澄まして聞くのは生きてる生きてる。そのうつつだけがここにある。生きる生きるってこういうことなんじゃ。お前なごめん、うち投げが2つやもん。繰り返すのか、永遠を信じて歩みを止めずに。なんで人は別れるためなる。生きることはささらもう終わろう。ええ感じや。そういうことや。今日普通やな、聖子さん。これなんでって今言うたよな。これちょっとみんな聞いてくれ。うん、なんでっていうことは。俺そっからだと思ってるから。だから、ほんならお前が全部やれ。やってるやん。ほんならダナイが年で料理作らへんのか。言うな。お前覚悟してやっとるんやろが。最初やんなかったから俺はあいつに言ったんだよ。やれよって。でもやらんよな。で、やらんかったら別れたらええやんと思うねん、私は。そんな女いらんから。言うな。お前が全部やるやん。私は男のために全部やるんや。私はそんな女ごめんやけど、ダダみたいな女考えられへんわ。けど、人それぞれちゃうんや。お前が愛した女がやらへんやろ、料理。ほんならお前がやれや。旦那はあんなありがとうって言ってくれるか。私はそれも考えられへんねん。あんな。やってくれる男に対してありがとう、ほんまにありがとう、毎日ありがとうってあいつは言うか。言わない。ああ、うちそんな女クソやけど、お前そんな女を愛しとるんや。当たり前や。ほんだからぐちぐち言うな。以上。けど大阪で生まれた女の体で私演じてるよ、女優やから。踊れ疲れたディスコの帰り、俺で青春も終わりかなとつぶやいて、あんたの肩を眺めながら撮ってる。痩せたなと思ったら泣けてきた。大阪で生まれた女やさかい、大阪の街を捨てん、大阪で生まれた女やさかい、東京へはよついていかん、戻り疲れた電信柱に染みついたよ。ありがとう。誰？こっち来いや。ここや。誰？こっち来い。すまない。たどり着いたら一人の部屋、裸電球をつけたけどまた消して、あんたの顔を思い出しながら終わりかなと思ったら泣けてきた。大阪で生まれた女やけど、大阪の街でよ、大阪で生まれた女やけど、あんたについて行こうって決めた。たどり着いたら一人の部屋、ステーションに心を震わせたんや。で生まれた女が大阪を後にするけど、大阪は今日も活気にあふれ、またどこからか人が来る。そこは灰色の街、青春に心を震わせた街、青春に心を。じゃあほんまないっぱいあった。ほんま私普通の人生歩んでへんから、大阪の街って私にしたらそういう街です。青春に心は震わせた街。投げ銭セットになっておりますんで、はい、心ばかりの、投げ銭、りょうくんが、りょうくん見てないな。あ、はい。りょうくんいてます。お前らな。りょうくんが回りますんで、投げ銭の方よろしくお願いします。坂田の明日の飯代となりますんで。オッケー。丸間の社長。知らんて。丸間の社長、仕事まだ。ありがとうございました。ごちそうさまでした。チャンネルがいいの。